皆さんんこにちはルルートチャンネですそれでは今日もソリューシブツリュの解説動画いきたいと思います。今日は前回までソーラーニュートリノ、太陽ニュートリノやってたんですけども今日からは大気ニュートリノについて話したいと思います。過去の動画でニュートリノ振動の話とかしてたと思うんですけどもそれよりももう少し詳しめに話したいと思います。 でまあ、話が長くなるので、大、え、気、っとまあ、ニュートリオの話は前半と後半に分けて、まあ、前半はまあちょっと歴史的な話になって、で後半はまあ実際の,そのまあデータの、まあ、論文のデータの一部を、えー、簡単に解説しようかなと思います。はい、それでは行、ねえー、きたいと思います。 えっとまず、大気ニュートリノなんですけども、前回あの,の動画でもまあ話してたように、多様ニュートリノ問題っていうのがね、議論されてたと、長いこと議論されて,されていました。で、その原因の一つがニュートリノ振動なんじゃないかとか、そういうね議論はたくさんされてたんですけども、最初に決定的なね確証を得たのは、大気ニュートリノの観測です。それをねあの 今日は書い、ていきます、はいまあ、こういうわけです。はい、まあ、ね、対応ニュートリ問題、まあ、前回話した内容ですね。で、各種得たのは、まあ、これまでの,、ね、講義あの解説動画で話したように、まあ体ニュートリ の観測ですね。じゃあ、大気ニュートリノ、えー、とはねあ何、何ぞやとか、大、ま、気、あ、ニュートリノの成分とかね、そういったものをね、まあ、軽くおさらいしようかなと思います。大、は、気、いまあ、ニュートリノの,の、まあ、成分というタイトルにしますが、あ成分じゃない、ごめんなさい、成分でなくて、生成ですね。ごめんなさい。生成 というタイトルにしますが、はい、まず、えーと、地球外から、地球の外から、ね、やってくる宇宙船っていうのは、90%ぐらいは、えー、陽子なんですね。でその陽子が、まあ、大気、えーと、地球に降り注いできて、まあ、大気中の、まあ、窒素とか酸素の原子核とまあぶつかって反応して、それで上,上空でパイ中間子を作ります。 まあ言ってしまったら天然の加速器みたいな感じですよね。はい。陽子を加速して、物に当てて粒子を作るって、それ加速器ですね。それと同じ原理ですね。その π 中間子が、まあ、崩壊して、え出てくるニュートリノ。まあ、これが大気ニュートリノですね。はい。その、あの、流れを書いていきます。 はいえっと、まず言ったように、えー宇宙、地球外からやってくる宇宙船です、ね、の陽子が、まあ、大気中の窒、まあ、素や酸素の原子核と反応して、えー、パイ中間子を作る、まあ、低温を作ることもありますが、まあ、パイ中間子です。はい、で次が はい、まあえっ、ー、と、書くと、まあこんな感じ、プロセスを書くとこんな感じですね。パイオンができて、えぇ、ー、パイオンっていうのは、まあほぼ、えっと、ミュオンと、えぇ、ー、ニュートリノ、ミュニュートリノになると。で、それが、まあミュオンが崩壊して、えぇ、ー、まあ電子と、まあ二つのニュートリノが出てくる。で、ここでその、まあパイオンっていうのは、プラスとマイナスがあるので、まぁ、あ、プラスの場合と、 このマイナスの場合,マイナスの場合はカッコにしましたけどもまあそれで分かれているのでそれぞれ書きましたでまあえっと寿命なんですけどもまあパイオンの寿命というのは2 6のあのセカンドですねでまあすぐ崩壊しちゃいますでミュオンも2.2マイクロなので大体は待機中で崩壊しますでたまに生き残ったやつが地上に降り注いでくると まあそれが中線ミューオンですね。はい。で、これを見てもらうと、まあ、何がわかるかって話なんですよ。それが、えっと、まあ、ミューオンニュートリノと電子ニュートリノの比なんですよね。これ大体2対1じゃないですか。こっちミューオンニュートリノ、えっと、あの、まあ、今ちょっと、 半ニュートリノはちょっと今一旦無視してもらって、こっちミオンニュートリノはこれ1つできますね。で、こっち電子ニュートリノ1個ですよね。さらにミオンニュートリノ1個ですよね。なので、2対1になるんですよね。ミオンニュートリノと電子ニュートリノの比率っていうのは。それを書きます。 と、ま、書くとこういう感じですね。えっと、ま、あミュー型、えっと、ま、あミュー4ニュートリノと反、ミュー4ニュートリノですね。電子型、電子ニュートリノと反、電子ニュートリノ。はい。これの比率は、えっと、二対一ですね。二対一ですね。はい。えー、それでは次に、ま、あちょっと歴史ですね。えー、っと、ま、あ大気ニュートリノの、まあ、あの、測定なんですけども、ま、あ代表的なものを言うと、紙を鑑定実験ですね。 カミオカンデ実験っていうのは、スーパーカミオカンデの、えー、前身になる実験ですね。スーパーカミオカンデと,、えー、っと一緒なんですけども、その測定原理とかは同じなんですけども、ただ水の,あの体積が、えー、っと3000トンですね。で、一方でスーパーカミオカンデは、えーまあ、5万トンです。はい、で、えー、っと、 まあ大気ニュートリノのえと測定のえとまあプロセスというか反応のプロセスなんですけども、主にえ水分子中の各種と反応して、それでレプトンを出します。そのレプトンが、あれですね、チェレンコフリングを出すと。それでえ測定をしていると。それを書いていきます。 まあ書いていくと、こういうことですね。まず、μ 型を見ていくと、まあ、ミュオンニュートリノは、この核子っていうのは、まあ、原子核を構成するもので、つまり中性子と陽子ですね。はい。ミュオンニュートリノの場合は、まあ、中性子と反応して μ、μ マイナスと陽子が出ると。で、反、ミュオンニュートリノは、まあ、主にプロトン、陽子と反応して μ、μ プラスとえ中性子を出す。 電子型もまあ同様ですね、はい。同様の反応です。でえっと、これも、ね、過去の動画で、えー、話したと思うんですけども、ミオンの場合は、えっとまあ、重たいので、電子と比べると重たいので、えっと、あんまり散乱をされにくいので、えっと、できるチレンフリングの形がはっきりしてるんですね。くっきりした形になっているとで。一方で、まあ、電子 でできる、あの、ま、エチレンコフリングっていうのは、電子はまあ軽いので、水中で散乱されやすいわけですね。なので、リングの形がかなりぼやけちゃうんですね。なので、リングの形で、えぇ、ま、μ 型が来たのか、あーミュ μ 型が来たのか、電子型が来たのかっていうのがわかると。ただ、その、μ マイナスなのか、μ プラスなのかっていうのは、なかなかちょっと識別がしにくい。 ミオンニュートリノなのか、反ミオンニュートリノなのかっていうのは、えーっとまあ、ちょっとなかなか識別が難しい。まあ、電子型も一緒で、なかなか識別が難しい。まあ、ただし、今はちょっとガドリニウムが入ったので、えーっと、私と話が変わってくるんですけども、ちょっと一旦それは置い,置い,置いといて、はいまあ、そういうあのそ測定原理としてはまああのそういうことです。 えというわけで、えっと、まあ、このチェレンコフリングを、まあ、見ていけばいいんですね。で、数を数えればいいんですよ。この μ 型のチェレンコフリングの数と電子型の、えー、チェレンコフリングの数を数えればいいんですよ。で、さっき言ったように、えー、μ 型対電子型の比は2対1になってもらわないと困るんですね。あの、プロセスの、大気ニュートリノのプロセスのお、プロセスから考えると2対1になるはずなんですよ。でもそれが2対1じゃなかったんですね。はい。 はい。まあ、こういうことです。で、これがなんでなんだって話したんですね。で、これもかなり、えー、議論されたんですけど、まあ、あの結論を言うと、まあえー、ニュートリノ振動なんですけども、はい。実はカミオガンデでもあの、こういう結果が出たんですけども、まあ、確証には出らなかったと。で、その確証を得たのが、えー、っと、まあ、スーパーカミオガンデですね。 えっとまあ、スーパーカ仮面関連の話に関しては、えっとまあ、これまで何度も話してますが、えっと、ざっくりした、大雑把なことしか話してこなかったあと思います。なので、まあ、ちょっと長く話が長くなっちゃうので、次回の動画で、えっとまあ、実際の,その論文のプロットでも見せながらちょっと話そうかなと思います。まあ、今日は、ねえー 神尾勘での話でまあ終わろうかなと思います。最後ちょっと、まあ、あの、最後ちょっと書いて終わりにします。はい。各所に出のがスーパーカミオカンで実験。まあ、これは次回話すということです。はい。えー、っと、まあ、今日はね、えー、まあ、この辺で。 えー、終わりにしようかなと思います。まあ、ちょっと若干歴史的な、ねえー、話も入りました。どうでしたでしょうか。大、え、気、ーまあ、入道院の生成プロセスとか、あと、官僚館での、まあ、歴史とか、ちょっとね、えー、簡単に話しましたけど、理解していただけましたかね。はい、それでは今日は、ね、この辺で終わりにしたいと思います。それでは。